大事なんですよ、これ。ね、もうどんどん行きおるんですよ、ね。今日午前5時35分ごろ、南区大須賀町で付近の人から付近に煙が充満していて焦げ臭いなどといった通報が消防に相次ぎました。消防車22台が出動するなどして消火活動を行い、およそ3時間後の午前8時半ごろ、ほぼ消し止められました。30棟ほどの建物が被害に遭ったということです。表が騒がしくて、窓から覗いたら、まあ、火が見えたんで、5、6軒先だったんですけどね、火が。もう30分もせんうちに、うちの前ぐらいまで来て、ダメかと思いましたね。もう、僕はすごかった。僕30年ぐらいしてるんだけど、もう2回目なのよね。これまでに88歳女性と64歳男性の親子2人が怪我をしていますが、命に別状はないということです。現場は広島駅西側の通称駅西と呼ばれる飲食店が密集する地域で、3年前にも19棟が燃え、高齢女性1人が亡くなる火事が起きています。はい、現場近くにある建物から許可をいただいて中継をしています。火災が起きた通称駅西はですね、広島駅からすぐそばというこのような位置関係です。火の手が上がってから6時間以上が経った今でも煙が上がり続けています。焦げ臭い匂いが辺りには漂っています。屋根が崩れ落ちてしまったり、隣り合う建物に火が燃え移って、どんどんとかなり激しく燃えた火災だったことが分かります。先ほどこの地区で飲食店を営んでいる男性にお話を伺えたんですが、実際にその方のお店も火災に遭ったそうなんです。この辺り3年前にも火災が起きた中で、一帯のお店などではですね、火災器具の設置や火災保険に入ったりということを皆さんしていて、火災には強く意識を持っていたそうなんですね。そこで年1回の消防訓練も行うようにしていたそうで、次もですね、来週18日にまさに予定していたところだったとおっしゃっていました。今も消火活動は続いています。